皆さんこんにちは。ライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物ひものです。突然ですが見てください、この景色。ここどこだと思いますか？正解は私の地元福井県若狭町にある絶景スポット、レインボーラインです。本当にもう景色が綺麗で、先ほどから圧倒されているんですけれども、なんと今回乾物干物と福井県美浜町若狭町とのコラボが決まりました。イエーイ。若狭東商工会様全面バックアップのもと、美浜町と若狭町の魅力を発信するため 2D の世界からリアル世界に飛び出してきました。イエーイ。でもですね、美浜町と若狭町はとっても広くてたくさんのスポットがあるんですよ。ちょっとね、一日じゃ回りきれないので、今日どこに行こうかなってすごい迷っておりまして、何やらね、そんな私にぴったりのガイドブックがあるらしいんですよ。ありがとうございます。見て、味方5個ご飯ブックだって、めっちゃかわいい。いやこれすごいな。エリアごとに観光地と飲食店が載ってるので、めちゃくちゃ見やすいです。いやこれ悩むな、どうしようかな、今日どこ行こうかな。まあでもそうだな、決めました。やっぱり夏といえば海水浴ということで、今回はあそこ水晶浜あたりを回ってみたいと思います。よっしゃ、ありがとうございます。皆さん、そもそも福井県がどこにあるかご存知ですか？ズバリここです。ちょうど日本の真ん中付近、北陸の日本海に面した場所にあります。美浜町若狭町は福井県の南側嶺南地域に位置しており、豊かな自然と美味しいお食事が楽しめるスポットがたくさん、そして京都や滋賀など関西からのアクセスも抜群なんですよ。なんて分かった風に言ってますが、私は福井県の北側嶺北地域在住、今日は実はちょっとした遠出なんです。そんな旅のお供にこの味方5個ご飯ブックはとても強い味方です。有名な観光地からディープな地元のお店まで網羅してある上、エリア別に紹介してあるので旅の予定がとっても立てやすいです。まあどのお店も楽しくて美味しそうなので、結局ねどこ行こうかめちゃくちゃ迷うんですけどね。お、そんなこと言ってたら見えてきましたよ。わー、見てー、海だ。わー、トンネルを抜けたらそこは海だった。わー、待って、海水浴場めっちゃ人いる、やばい。おー、着きます。砂浜に敷き詰められた粒子の細かい丸い石の一つ一つがまるで水晶のように見えることから由来するこの水晶浜は、晴れた日には透き通って海面がエメラルドグリーンに輝きます。県内外からも海水浴客が毎年数多く訪れるデートスポットとしても人気の名所です。話の砂がすごいあったかくて気持ちいい。見てこのグラデーションめっちゃ綺麗じゃない？あー気持ちいい。水が取れ、あっやばい、ちょっと待って、襲われてる。乾物干物、久しぶりの海でめちゃくちゃはしゃいでしまいました。浜辺には浮世のレンタルやシャワー室も完備、お食事もいろいろありました。
もちろんね、ここでご飯を食べてもいいんですけれども、今回はね、せっかくなのでご飯ブックを見て気になったお店に行ってみたいなと思います。ということで、お昼ご飯はマハナテーブルさんに来ています。マハナテーブルさんは水晶浜から車で8分のところにある、お店から若狭湾が一望できるおしゃれなカフェです。今回特別にお店の方にインタビューをさせていただけることになりました。店名のマハナとはどういう意味なんですか？はい、こちらのお店はタヒチをイメージして作られております。マハナという言葉はタヒチ語で太陽を意味します。本当にお店の明るさとかも本当に雰囲気素敵です。はい、ありがとうございます。2階にトレーニングスタジオもあるんですよね。はい、実はですね、こちらの、建物2階がトレーニングのスタジオになっております。いろいろなですね、トレーニングを絶景の中楽しんでいただくことが可能です。あ、素敵です。それからマハナテーブルさんが定期的に季節のイベントも開催されていると聞きました。はい、当店は頑張ってですね、定期的にイベントを開催させていただいております。はい、お祭りから運動会からですね、ショーまで地元の皆様が笑顔に元気になれるイベントを、各種ではありますが、大体ですね、定期的に開催を目指して頑張っております。私もぜひ参加したいです。はい、ぜひ元気になりに来てください。はい、ぜひ。お忙しい中インタビューにお答えいただきありがとうございます。いやー、万年運動不足なのでトレーニングしてみたいです。お腹も空いてきたので、今回はお店一押しのプレートランチ、鶏肉のトマト照り焼きをいただきます。見てください、皆さん、めちゃくちゃボリューミーで美味しそうなプレートランチです。これ週替わりらしいです。見た目がめちゃくちゃみずみずしくて美味しそう。いただきます。美味しい。みずみずしくて新鮮で美味しいです。これは何でしょうか？ちょっと飲んでみたいと思います。ん？あれ？これシソジュースかな？シソジュースだ。え、美味しい。いただきます。美味しい。鶏肉がめちゃめちゃ香ばしくて、野菜の旨味がギュッと詰まってて最高です。あー、ちょっとご飯食べたい。見てください、天ぷらまであるんですよ。これ、私ね、最初ね、かぼちゃかと思ったんだけど、ズッキーニかな、これ。美味しそう。いただきます。ん？柔らかい。私ズッキーニ大好きなんですよ。あー、最高。これはかぼちゃときゅうりなんだけど、どんな味なんだろう。あえてある感じで、いただきます。なんかポテトサラダのかぼちゃバージョンみたいな感じかな。あ、え、待って待って、くるみ？くるみがまぶしてあるかも、これ。おしゃれ。お味噌汁も飲みたいと思います。ちょっと何の味噌汁なんだろう。あー、落ち着く。ほっとする味です。おいしい。ちょっと実はここだけの話、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、私ちょっと人参が苦手でしてね、これサラダに入ってる細切りの人参はね、全然食べられるし、美味しく食べられるんですけど、いちょう切りのね、大きい人参を美味しいって感じたの初めてかもしれない。本当にね、中までお味噌汁の味がね、しっかり浸透してて、もうクタクタで美味しい。最後にはデザートのキャラメルベイクドチーズケーキもいただいてしまいました。このキャラメルがですね、塩キャラメル風味で本当に美味しかったです。マハナテーブルさん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。あー、食べた食べた。お腹もいっぱいになったので、次は国吉城跡に来ました。皆さん、国吉城って知ってますか？国吉城は戦国時代のお城で、通称難攻不落の城と呼ばれています。福井県で有名な城址といえば朝倉市遺跡がありますが、この国吉城は朝倉市からの幾度の侵攻を跳ねのけ、一度も落城しなかったそうです。なんと今期の大河ドラマにも少しですが出演しているすごいお城なのです。なんだか行くだけで事件や勝負ごとに強くなりそうです。
今日はその国吉城跡と見つかった遺物や城の模型などが展示してある若狭国吉城歴史資料館にお邪魔しました。今回は特別に資料館館長の大野さんが案内をしてくださりました。最初に案内されたのは資料館の一角。このお屋敷やその周辺からは戦国時代の甲冑などたくさんの遺物が出土したそうです。こちらが、はいはい、あの江戸時代の榊の奉行所っていう、はいはいはい、あの小浜藩の役所ですね、今資料館立ってる場所は、はい、江戸時代それが立ってたんですが、なるほど、その座敷っていうのがその奉行所の座敷になるんですね。で明治維新までこの場所にあったんですが、はい、まあ、明治維新でもその奉行所とかいらなくなったということで、はい、地域の有力者に払い下げられまして、はい、資料館作れた時にこの場所に戻し、はい、へー、戻ってきたんですね、はい。この甲冑は戦国時代朝倉氏との戦いに使われていたそうで、江戸時代に書かれた軍記軍記国吉籠城記には当時の様子が記されています。この軍記を記したのは江戸時代お屋敷の所有者であった田辺半大、彼の先祖が実際に朝倉氏と戦ったそうですよ。それにはその朝倉との戦いで一度持ちませんでしたってことで、さらには、まあ、来年の大河ドラマの主人公である徳川家康も一緒に来るんですが、はいはい、織田信長と豊臣という人がいますが、はい、3人揃って朝倉攻めの拠点にしたのがこのお城。あ、そうなんだ、甲冑や生活用品、そして軍旗、実際の遺物をこの目で見れてテンションが爆上がりしたところで、次はいよいよ国吉城跡に向かうのですが、館長大野さんの口から何度も聞いた難攻不落という言葉、ちゃっかり T シャツにも書かれてあったんですけど、それが意味するものを私はこの身で嫌というほど体感することとなります。いかがでしたでしょうか。前編はここまでです。後編もどうぞ楽しみにお待ちください。この三方五湖ご飯ブックは福井県の美浜若狭町の飲食店や観光施設、それから宿泊施設などに設置しています。福井県まで行けないよーという福井県外の方でも大丈夫。この度8月から三方五湖ご飯ブックのデジタル版が完成しました。イエーイ。クリックもできてお店のインスタグラムやホームページにも飛べちゃいます。概要欄のご飯ブックデジタル版を見ながら、ぜひ福井県美浜若狭町に遊びに来てくださいね。もう登ってきたとこが見えない。疲れた体にありがたい。いや本当に素敵な店内ですね。スイカのカクテルだそうで、本当に夏にぴったりの。そしてこちらがブルーハワイです。